プロスピエース。はい。ということで今日はプロスピエースやっていきましょう。火曜日はプロスピ、休む時ねありますけども、今日はねプロスピやっていきましょう。今日やるのはですね、今来てるですね、イチロー登場記念スカウト、イチロー選手が期間限定で登場するということですね。10回やったらね確実にもらえるという。でも2500円のチームは多いよね。だから今日はイチローさんの S を引けたらその時点で終わりです。なので尺がどうなるかが不安です。ひょっとしたらショート動画になる可能性はありますけど、 でもなってほしい。逆にね、3回目6回目が S 確定ね。1回目がご覧 10%、20% っていうところで1割台だよ。1割台でヒットか、なかなか歌えんな。それじゃあまあでもね、やっていきましょう。そもそもこのイチローさんは使えるのかどうか皆さん教えてください。ライト佐々木、高橋由伸さんいます。ビア台だと、まあ、もちろんね守備範囲いいしね、エリア51イチロー特殊能力ね。まあでも今後のためにもこれは取っといて極みにする必要があるっていうね。ところでいきましょう。まず1回目で来てほしい。お、月あと A はね3体あるから、あと2体いるね。極みにするためには2体のイチローさんも欲しい。出たけど何もないじゃん。どういうこと？ダメなのか。お、フォアだ。あ、B じゃん。イチローさん B じゃん。お、西川今年頑張って。お、A 祭り。渡辺亮 A 祭り。石川、お、まあまあいい。まあいいね。まあ A はいいね。イチローさん来たらもう終わり。ショート動画です。お、次長打月か。でも A のイチローさんも実質成功よ。10回やればねイチローさん来るんだからね。カモンカモンカモン、笑って。わー、飛ばへんやん。どういうこと？さあ、イチローさんの B じゃないの。イチローさんの B じゃないの。まあなんか3回目確定。これで 10% の確率でイチローさんが来ます。出たら終わりです。よし君レッツゴー。これの、はいはいはい。まあでも確定だから、ここは確定だから、1割の確率当たんのかどうなのか。A のイチローさんでもいいんですよ。さあ、B よく来るね。 B よ、何もないんだけど、あ、もう最後いっぱい。お、福田、来いイチローさん。しかもかぶり持ってますけど。4回目、調子くんレッツゴーからの、最近調子くんレッツゴーからの後ろは K。 さあどうなんだい。飛んで笑うのかい。飛ばへんやん。どういうこと？わお、ここや。ボリューラ、まあね、去年はいいピッチングしたけど今年はどうなんだろうね。5回目、月よく出るね。普通か。わら、あだち、イチローさんね全然消えへん。やんがちゃなのかこれは。まずい、イチローさんの絵が全然消えへん。まずは6回目後半です。前半終わりました。ここから 20% 確定です。 S1 人。さあレッツゴー。絶好調、絶好調。2枚引きか、2枚引きなのか、2枚引きなのか。笑って、イチローさんカモン。したら終わりよ。したら
来たら終わりよ、途中誰か来い。あー、大野、今いいじゃないんか。来た、よっしゃ来た。よっしゃ来た。ダブルス終了です。やったぜ、尺の問題あるぜということで、やったぜ、6回目できた。もう10回目までありません。 A のイチローさんが欲しいところなんですけど、ここはもうエナジーを食べます。リアタイ1試合やりましょう。里崎の今の実力をですね、ちょっと見てください。ちょっと今ね、打率が落ちてんのよ。お願いします。やっていきましょう。どうぞよろしくお願いします。いけんのか、いきなりだからね。大事な立ち上がりを迎えるわけですが、小宮山さんは現役時代、噂を高めでしょ。どんなこと考えられて、もう狙っときよ。違う違う違う、ここをね狙って、はい、おっと下か。おほう、わー、おしゃれ。リラガレアの久しぶりだから大変やな。はい、うわー、早い、早いよ。打ちました。ここは打ち上げています。仕込まれた。筒子行こう。2番筒子。筒子。いいところへ決めてきます。ボールボールボール。見えてる見えてる。高めも待っとこうね、ここで。ラストライク。4球目。アウトコース打ちました。ここはフライになっています。やらかしてる。打席には3番バッター、柳田。さあ、柳田。柳田。右田行こう。ボールボールボール、もう見えてるよ。どういうバッターなんでしょうか。ミートがうまいぞ。上見えてる見えてる。そうですか。上見えてる見えてる見えてる。エイファーボール、見えてます。初球目は何か。打ちました。いいセンター前。高めからのフォークを打つ。ね。さあ、山手行こう。さあ、一打先制のチャンス。打ちました。これはセカンドライナー。もう俺石川のね、東京はね、大工さんの見てね、もう熟知してるの。こうやって完璧アウトコースまで出し入れ。これでも OK。 いいねいいね。あそこ手出してくれたら楽だよね。たまにね、高速進化をね、ボール球に入れとか振ってくれたら、いい、そのとこから通し進化。そうそうそう。で、このシンカーと高速シンカーのコンビネーション。もう一回、シンカーと見せかけて高速シンカー。はい、OK。はい、OK。リード完璧です。高めよ。ああ、下手くそが。いや、素晴らしい。2杯切れへんね。配球変えたの？はい、来るな、そこ来るな、来るなよ。バッターランナーは二塁と。さあ、そしてバッターボックスにピッチャーが変わります。そう、センターへ持っていった。はい、オッケー、はい、オッケー。セカンドランナーホームイン。そうの通信も、古田さんはね。じゃあ今日特別に、いつも吉田正尚だけど、代打里崎行きましょうね。ライド佐々木、はいはい、お、広角打法出てるよ。ライド佐々木一丁。ここは踏ん張りたいところ。インサイド打った。ピッチャーか。ピッチャー。嘘でしょ。さあ、ツーアウトながら、なおもチャンス。ああ、早い。打った。お、取った。おお、取ったわ。詰まってたか。バファローズ最後の攻撃になります。岡本が打席に入ります。もうこれ出し入れだ。出し入れ。1リードで迎える最終回です。もうここで今日通用するでしょ。この1点を最後まで守れるかじゃないですかね。さあ、最後はきっちりと締めくくりたい。打ちました。センターへ抜ける。誰だ、出してしまいました。やばいパターン。これは打順は5番柳田。やばいパターンなの。ヒットでランナーを1塁に置いています。ライトへ、ここはフライになっています。掴んでワンアウト。ワンアウト、ランナー1塁となりました。バッターボックスには指名打者のカブレラ。ワンアウトになっています。外の球打った。まあ、抜けた。抜けていった。センター前ヒット。サヨナラのランナーも出してしまいました。
さあそしてバッターボックスにはシエドが入ります。まあ嫌なバッターが続きますけど集中を切らさずにいってほしいですよね。さあ長打が出れば一気にサヨナラもある場面です。勝利は目前ですから何が何でも抑えないといけませんね。からのそうですね。そうインコースからです。はい、大玉振らしてゲッツ。うわボール球なのに大ピンチ、大ピンチ、大ピンチ。大ピンチ。オッケー、おっ走ってきた、走ってきたよ今。でも勝ちました、危なかった、走ってきたけどね。こんな感じです、尺持ちましたね。ということでまだまだ下手くそですけど佐々木頑張ります。ということでプロスベースでした。